今回からタイタンホール2の実況プレイ始めていきたいと思います。今回やっていくルールは拠点増幅ですね。ドミネーションというコールオブデューティーのルールがあるんですけど、その旗取りのルールと全く同じです。それのタイタンホール版、違うといえば違うところがありまして、旗をね2回制圧することができるんですけど、2回制圧するとその旗から得られるポイントが2倍になる、ただそれだけの単純なルールですね。なんで、何がいいところかと言われますと、試合が早く進む、展開が早くなる、そういったところですね。敵が B を制圧してるんで、重複される前にやられたかな、味方か。今回僕が使っている陛下、グラップルという陛下でして、ワイヤーアクションが出てる陛下なんですけど、いるな。敵が B を増幅制圧して、B、橋の上に B があるんですけど、 B を制圧中、いいですね。ああ C にちょっかいをかけられてるけど、いる、 B を制圧、よし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 、敵が C を制圧、向こう側にいるのか。ちょっと B を、拠点にしていきたいんだけど、足音足音足音、あーくそ、そっちか。いやー壁走ってくんのかなと思ったら、やべ B 取られてるかな、フラグ。さっさと旗を取ってタイタンを呼びたいところなんですけど、さっき向こう側にこっちにいたからな。敵に離される、巻き返して、戦いを続けて、タイタンは準備中よ。今いなかったか。タイタンは準備完了よ。要請を待つわ。タイタンホールスタンバイ。もう多分拠点にタイタンを呼んでしまえば制圧ができる。今回使用しているタイタンはリージョンというタイタンでして、ライトマシンガン。お、撃ってる。来いよ。ビーを増幅。いいわね。完全制圧したら。タイタンのスマートコアはしばらく弾が無限になる。スマートコアですね。今弾無限なんですけど、敵死んだな、やべ、あらららら。あんまりスマートコアのいいところをスモークのせいでね見せつけることができなかったんですけど、いたね、この上か。よし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 、やべ、 B が減ってるな。どこだ、壁の裏だな。そこにいるのは知ってるんだぜ、出てこいよ。味方に任せるか。このガードがですね非常に優秀で、ガードの使い方で敵を圧倒できるんですけど、スマートコア来てくれ頼む。よいしょ、よし、弾無限だぞこっちは。よーし、壊れろ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 、よーし、やったぜ。まあ俺も壊れてしまったんですけど、まあ11取れたんでいいことにしましょう。ナイス。さてあれか、よし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 、あなたが味方でよかった。さあ C 地点を確保しましょう。敵が B を制圧、よし、 B を制圧中、まだいる、いないよね。ちょっと怖いんでこの辺に隠れて、よーし C 制圧。あーだいぶ接戦ですね。さっさと B 地点取らないとこれはまずそう。 C を制圧、さあ C の制圧、もう少し人数がいれば早いんだけど、多分こっちに割く時間はないと思うんで、ここは俺が取っておきましょう。味方はもう多分 BA に走ると思うんでね。
ない危ない。ティック、これをばらまいておけば完全制圧したな。敵が A を制圧。さあ C 地点もう重複 OK。 C を増幅いいわね。さあ増幅完了したんで僕は B 地点の、防衛に走るとしますかね。でもはタイタンいるからな。室内にあれか、室内に隠れてる可能性が。タイタン呼びましょう。来てますね。よし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 。さあ俺のタイタンよ、俺を入れてくれ。よし、さあ C を制圧されたんだが、よし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 。ローニンがだいぶ暴れてますね。さあ C 地点みんなで一緒に取りましょう。あ C じゃねえわ、 A か。一旦タイタンを、降りて、よし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 。あー待って、 B 地点、俺ちょっと B 地点に走りましょう。 B が取られてるんで、このままじゃ逆転されてしまう。間に合うかなこのこのタイタンはですね、ダッシュというか、ステップが踏めないと。普通のタイタンなら敵の攻撃を避けるときにですねステップ踏んだりするんですけど、そのサイドステップが踏めないということでなかなか不便なんです。その分、強いというね強力なタイタンだから、まあ防衛が基本になるのかな。ここ、あそこに、さああそこにいるタイタン無人かな。パイロットが多分やられてしまって、もぬけの殻なら倒すことは容易だ。来いよ、いいですね。あー向こう行っちゃうか、まだギリ当たる。あー向こう行っちゃった。俺は B を守って、もうちょいもうちょい、よし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 、壊れろ壊れろ、よし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 、いいですね。もういないかな、いた。あーやばい、乗られたか。くっそ、あいつと心中や近づいて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 、よーしこいつと心中や、壊れろ、よーし壊れ、あー壊れてないか。じゃああいつの上に乗るかな。あやばい、電気スモーク、電気スモークはですね近くにいるパイロットがお亡くなりになるというですね。よいしょ、あ味方が乗ってる、やばい、退避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 。あー敵のパイロットがいるのかな。よいしょ、多分敵のパイロットがいますね。いた、やっべガファガファ、よし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 、危ないガバガバだな。さあ敵の、船が迎えに来る前に敵チーム全員殲滅させるか、敵の船を破壊するということなんで。乗ってるのかなこれ、ちょっとダメだこれ、乗ってるのかな。あー行っちゃった、パイロットいないか。最後ローニンが爆発したんですけど、はい、ということで、タイタンフォール2拠点増幅の実況でした。でまた次回の実況でお会いしましょう。お疲れ様でした。